皆さんこんにちは、テプトです。突然ですが皆さんはメタ TFT ってご存知でしょうか？メタ TFT とは統計サイトと呼ばれるサイトのことで、全プレイヤーの戦績データをもとに強い構成を提示してくれるサイトです。どの構成が強いのか、どのキャラに何のアイテムを持たせたらいいのか、オーグメント、進行、その他いろいろ TFT の全てがここに載っていると言っても過言ではありません。しかし初心者はそもそもこのサイトを知らないでしょうし、知っていたとしても見方がわからない方がほとんどだと思います。なので今回はそんな方向けにメタ TFT の見方を解説していきたいと思います。ただ今回は詳しい情報の見方ではなく、基本的に使う機能の説明だけに留めておきます。最初のうちから詳しい情報を見てもわけがわからなくなるだけですからね。それでは早速やっていきましょう。ではまず概要欄にメタ TFT の URL を貼っておきましたので、メタ TFT を開いてみましょう。開いたら次はコンプスというページを開いてください。このコンプスというページはこのページのみで完結できるくらい情報がまとまっているページになります。なのでメタ TFT は基本的にこのコンプスページを見ていくことになります。各構成にはアベレージプレイス、つまり平均順位、ピックレート、つまり使用率、ウィンレート、つまり1位率、トップ4レート、つまり上位率が表示されています。この4つの中で最も大事なのが平均順位です。平均順位は 4.5 より高ければ4位以上が取りやすい構成となり、ポイントが盛りやすいです。そしてコンプスページには上から順に平均順位の高い構成、つまり強い構成が並んでいます。なのでこの一番上に表示されている構成を選べばいいわけではありません。この各構成の左上の部分を見てください。ここには構成が使われた時に多かった状況が表示されています。例えばこのバンキッシャーザヤだとレジェンドにポロを使用していてアイオニア紋章があったとか、このソーサラーシルコだとソーサラーの紋章があったとか、こんな感じで構成が使われた時に多かった状況が表示されています。表示されているのがレジェンドの場合はそのレジェンドを使用すればいいだけですが、紋章やオーグメントが表示されている場合は要注意です。紋章やオーグメントは毎試合手に入るわけではないので、ここにそれらが表示されている場合は毎試合できない、できても弱い可能性が高いです。なのでまずはじめはここに紋章やオーグメントが表示されていないものを選ぶといいです。ということで今回はこのブルーザーチョガスを例に作り方の調べ方を解説していきましょう。まずは構成の見方から。ここに表示されているキャラが最終的に入れたいキャラになります。枠の色が灰色なら1コス、緑色なら2コス、青色なら3コス、紫色なら4コス、黄色なら5コスのキャラとなっています。アイコンの上に星が3個ついているキャラはそのキャラを星3にすることを示しています。ついていなければ星2で大丈夫ということです。次にアイテムです。構成の右のこの部分にはアイテムを持たせるキャラとその優先度が表示されています。基本的には左にいるキャラの左にあるアイテムから優先していくのがおすすめとなっています。とはいえ実際にプレイするとわかると思いますが、左から順にアイテムを作ることは困難ですし、そもそもここに表示されているアイテムを毎回作ること自体が困難です。なので代替品を知るところから始めましょう。代替品を知りたい場合はキャラのアイコンをクリックしてみてください。そうすると各キャラ別のおすすめアイテムが表示されます。ここのリコメンデッドビルドには下の一覧からティアの高いアイテムセットが4つ提示されています。ティアは使用回数が多く、それでいて高成績のアイテムセットが高くなるように設計されているので、基本的にはティアの高いアイテムセットを作るのがおすすめです。つまり最初のうちはこのリコメンデッドビルドを見るだけでもいいでしょう。ちなみにこのプレイスチェンジはそのアイテムセットを持たせた時にどれくらい順位が変動するかという数値になっています。マイナスの数値が大きくなればなるほど順位が上がるということなので、できるだけ数値のマイナスが大きいアイテムを持たせるようにするといいです。次は進行です。構成の右下にある矢印マークを押してください。そうすると構成の作り方が表示されます。レベル8、レベル9タブには構成例とその平均順位が載っています。これは別構成ですが
キャラの下に紋章のアイコンがある場合は、その紋章をそのキャラに持たせた時の順位になっています。紋章がなくても出せる平均順位ではないので注意しましょう。アーリータブにはレベル8までの構成例とその勝率が載っていて、スカチュラタブには紋章を手に入れた時の構成と持たせるキャラ、そして持たせた時の平均順位が載っています。特にアーリータブは始めたばかりの方には有益な情報となることが多いと思うので、見る癖をつけた方がいいと思います。ちなみにスパチュラタブは自分もよく使うタブです。試合中に運よく紋章が取れたりした時に、誰に持たせたら強いのかをこのページですかさずチェックしたりします。そしてオーグメントタブではどのオーグメントがよく選ばれているかを見ることができます。使用率の高いものから順に表示されていますが、オーグメントは毎回同じものが選択できるわけではないので、気になる方だけさっと目を通すくらいでいいと思います。そしてここにはおすすめのレジェンドが、そしてこの下の部分にはレベルを上げるタイミングとリロールの回数が表示されています。ここには配置も載っていますが、こちら浜に受けない方がいいことが多いです。とはいえ初心者の方には大体の目安にはなると思います。レベルを上げるタイミングはおおよそ表記されているステージ通りですが、リロール回数の方は次のタイミングまでにするリロール回数といった感じの見方をします。例えばこのブルーザーチョガスでは3の2から4の2までの間に21回リロールしているということになります。ただ3の2で20回リロールして、それ以降は0回かもしれませんし、3の2では0回で4の1で20回ということもあるかもしれません。このあたりは構成によってバラバラなので、私の出している個別ガイドを見てほしいところなのですが、目安として1コス星3構成の場合は3の1でキャリーが星2になるまでリロールし、お金を貯め直した後50ゴールドをキープしながらリロールして、4の1でお金を全て使って星3を作ります。2コス星3構成の場合は3の2でレベルを6に上げ、キャリーが星2になるまでリロールし、お金を貯め直した後50ゴールドをキープしながらリロールして星3を作ります。3コス星3構成の場合は2の5でレベルを5に、3の2でレベルを6に、4の1でレベルを7に上げ、キャリーが星2になるまでリロールし、お金を貯め直した後50ゴールドをキープしながらリロールして星3を作ります。星3構成じゃない場合は2の5でレベルを5に、3の2でレベルを6に、4の1でレベルを7に上げ、キャリーを引くまでリロールし、お金を貯め直した後5の1でお金を全て使って星2を作ります。ただこれはあくまで目安で、こうならない場合の方が多いので参考程度にお願いします。ちなみにさっきのキャリーという単語は攻撃キャラ、アタッカーのことを指しています。もともとは味方を勝利へ運ぶ役割のプレイヤーやキャラクターのことを指す用語ですが、 TFT では主にダメージを出すキャラのことを指しています。逆に敵のダメージを耐える盾役のキャラのことをタンクと言います。結構いろんなところで使われる単語なので覚えておくといいと思います。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。もしこの動画が役に立ったと感じたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。